この学園に呼んだわけは分かっているね。知っての通り、ここのところうちの成績は過去最低だ。このままでは世界に通用するトッププレイヤーを育てるという私の夢はもとより、名門という看板すら外さなければならない。過去の輝かしい栄光も、君は昔アマチュア時代、将来を有望視されつつも、怪我によってプロテストさえ受けることができなかった。それから数年か。君の才能をこのまま埋もれさせては、日本ゴルフ界の損失だ。その才能を学園の生徒のため、いや、世界に通用するトッププレイヤーを育てるために使ってみないか。この学園には、全国から様々なタイプのゴルフ好きプレイヤーたちが集まってきている。ジュニア時代に好成績を収めた者、初心者だがゴルフが好きで好きでたまらない者、どの選手を選ぶかは全て君に任せよう。たった一人で構わない。世界に通じるプレイヤーをこの学園から育て、私の夢を叶えてほしい。早速この学園のゴルフ部を見学し、君の目にかなった選手を見つけ出してくれないか。神崎先輩のパワー、さ
乙女先輩の性格さ。私に一体何があるのかしら。みゆきにあるのはおっちょこちょいの性格だけよね。こら、ちえ、乙女先輩の前でなんてこと言うの。私もうかうかしていると代表の座を取られてしまう。
ってもうダメです。クラブにボールが当たる気がしません。そうね、みゆきは試合初めてだもの。私も初めての時は緊張でティーショット空振りしちゃったわ。え、早乙女さんが、信じられない。みゆき、今笑ったわね。だって、いつも華麗な早乙女さんが空振りだなんて。まあ、いいわ、その調子で頑張りなさい。ありがとうございます。おかげで緊張がほぐれました。しか負けるなんて。この短期間に何があったって言うんだ。そのコーチのおかげだというのか。信じられない。ございました。今日の試合、私は勝ったと思いません。運が良かっただけです。でもコーチに選ばれてから私なりに今日まで頑張ってきました。コーチに言われた練習はすごくきつかったけど、やっぱりゴルフが楽しくて、今日の試合も緊張したけど試合ってすごく楽しいです。私、対抗戦に出たいんです。神崎先輩、お願いします。私を対抗戦に出させてください。お願いします。ゆき、あんたゴルフ好きなんだ。が言いたかったのはこれかな。今回は私が負けたんだ。対抗戦頑張りな。でも油断してるとまた私が狙いに行くよ。佐々木先輩、はい、ありがとうございます。頑張ります。いやー、高木さんが勝っちゃった。ことがあるのね。ほんと、こんなことなら私が挑戦すればよかった。あんたじゃ無理よ。向こうが左手でやったって勝てないわよ。はい。
日頃のトレーニングも欠かしてませんし、海外へも留学しました。卒業したらプロテストを受けて上を目指します。自分なりに考えているつもりです。休養もありがとうございました。Thank you.